ちは。こんにちは。はじめまして、アナスタシアです。よろしく。今日これから焼肉を食べに行くんだけど、はい、肉は好き？肉大好きです。肉大好き？ OK、 よかった。いや、魚にしようかちょっと迷ってて、はい、焼肉がいいかなと思って今日は。ありがとうございます。ちなみに、どこ出身？ロシアです。ロシアの、ヨーロッパの方です。ヨーロッパの方、はい。じゃあとりあえず行こう。はい、はい。結構なんかおしゃれな感じだね。そうですね、チリタンです。美味しそう。肉結構好きって言ってたけど、どういう系食べるの？牛肉とか豚肉とか鶏肉とか。何でも食べれる。何でも食べれるんだ。何でも食べれるタイプです。カツ。ああ、とんかつ？そう、とんかつだ。今回和牛みたいな、うん、あの日本の牛肉の、まあ、焼肉なんだけど、結構食べたりする？いや、食べなくてないと思います。なんかその系。ああ。なんか普通の焼肉は何だろう。なんか焼肉。肉の名前とか全然詳しくないですけど、なんか適当に頼んで、あ、これ美味しいなと思って、あ、何かな、これ何だったって全然覚えてないですけど。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。はい、いらっしゃいませ。美味しい。オレンジジュース。オレンジ、あのリンゴ、うん、音楽いい感じです。なんかね、めっちゃ好きよ、こういうの。雰囲気いいよね。うん、いい感じ。人意外といないです。まあ、なんか多分6時オープンで俺ら6時に来てるから。コロナで8時までとか2時間だけ。どうだろう。え、パルコって、あ、でもパルコ自体がそっか閉まるね。そうです、2時間だけだわ。8時までだと。あ、2時間しかやってないと結構大変ですね。そうだね、そう考えると大変だね。そう。じゃあ好きな日本食とかってある？特に好きなものない。なんか気分による、うんうん、って感じ。今日これ食べたいなって感じ。じゃあ今日は肉の日っていうことで。なんかいつでも肉系だけど。ああ、そうなんだ。それかラーメンとか。あ、ラーメンね。そう、ラーメンも美味しいです。なんかいろんな味あるから、なんかまだ全部食べたことないから。あ、結構ラーメンの中でつけ麺。あ、つけ麺ね。つけ麺美味しいです。日本に来ようと思ったきっかけみたいなのあるの？なんか15歳は夢だったから。ああ、夢。夢、本当に日本、いつか日本に行きたいなと思って、うん、で、まだ日本なんかどういう国とかわからなくて、それでなんか1回行ってみたい。で、2年前ぐらい初めて行って、あ、ここ住みたいなと思って。あ、なるほどね。おー、よかった。そう、2年前行ったのはすごい短い期間で日本に行って、1週間だけ、1週間ぐらいいて、で、なんか東京だけ、それともいろんなとこ行ったの？そう、東京だけでしたけど、あの、いろんな、なんか1週間でなんか渋谷とか秋葉原とか浅草、なんかいろんなとこに行って観光みたいな。東京だけでも1週間ちょっと短いもんね。そうですね、一人で来たんですけど、あの、案内してくれる人いなくて、うん、なんか自分でちょっと怖くて、なんか遠く行っちゃって、もし迷子になっちゃったらどうしようって感じ。あ、すいません、ありがとうございます。はい、こちらユッケですね。ユッケ、ユッケ、うん、すごい、写真撮っていいですか？もちろんいいよ。すごい、美味しそう。生肉あんまりなんか食べれるけど、うん、そんなのが多分食べることないもん。人生の中で2回ぐらいしか食べてなかった、食べたことない。すごいね、どうやって撮った方がいいかな。いただきます。うん、美味しい。全然生肉って感じしない。あ、本当。うん、うん、なんか寿司、魚みたい。ああ、なんかトロみたいな。うん、美味しいです。はい、お肉お寿司になります。はい、ありがとうございます。味付いてもそのまま召し上がってください。わかりました。美味しい、美味しい。焼肉の前にもう一個来ました。肉寿司。肉寿司食べたことある？そう、食べたことあります。あ、あるんだ。美味しそう。このトリュフが乗ってる。うーん、色がいいね。うん、で、もう味付いてるらしいからそのまま。めっちゃ美味しい。
ゴルフっておしゃれだよね。うん、うん、めっちゃ楽しかった。すごい美味しそうだね。いや、いろいろ来たからさ、牛タンって知ってる？あ、知ってます。熱い。これがなんかソースらしいからさ、いい感じ。最初牛タン食べた時って日本、それともロシアで食べたことある？日本。あ、日本か、うん、普通になんかタンを食べるのに抵抗はなかった？あ、そうですね。焼肉っていうかロシアでもどこかあるかもしれないですけど、地元の方なんで。ああ。じゃあもう1年いるから日本の友達も結構多いんだ。まあ、そうですね、めっちゃめっちゃ増えました。あ、増えた。なんか最初から日本に来て誰もいなくて結構大変でしたけど、うんうん、今たまたまなんか渋谷で歩いて、たまたまなんか、あ、アナスタシアってめっちゃ言われて。え、どういうこと、なんで知ってるの？あ、普通にどっかで会ったことある人とか、うん、ああ、はいはいはい。なんか1日10人ぐらいなんか友達できて、うん、でなんかよく顔とか名前も覚えてなくて、あ、でみんな私のことすぐになんか覚えてる。覚えてる。あ、なるほど。あれ誰だっけみたいな。名前覚えてないです。たまたまにもあります。本当にみんなと仲良くしたいから頑張る、頑張って覚えて。へえー、まあ可愛いからね。じゃあこれはどうしますか。え、なんか美味しい。なんか日本に来て驚いたとかさ、そういうことってある？カルチャーショック的なもの。そんな、ちょっとアニメ見て、うん、なんかどういう国とかちょっと分かってきて、はいはい、そう、日本に来たらそんな海外だけど、うん、なんかアニメの天国みたいな、あ、なんかどこでもアニメあるって感じ。思った通りに。あ、思った通りですか。うんうん、多分普通の人は日本、全然日本のことを知らない人は日本に来てはすごいなんか全然違うの世界って感じ。まあ、アニメとか見てたから、まあある程度分かってたみたいな。いろんな YouTube でいろんな動画も見てて、はいはいはい、日本のこと。今結構便利だよね。前もってさ、来る前にいろいろチェックしたりとか勉強できたりするから、まあ、特に YouTube とかね、いろんな人が上げてるし、ロシア人 YouTuber もすごい多いからね。お、多いですね。 YouTube やりなよ。絶対絶対やった方がいいよ、人気になるよ。あと、もうすでに日本語すごい上手いけど、多分日本語もっと上手くなると思う。そうですね、練習したら。カルビとハラミ、仙台牛っていうさ、牛肉わかる？あ、わかるっていうか、仙台って知ってる？あ、仙台は聞いたことある。聞いたことあるけど、行ったことある。なんかそれの牛肉のカルビらしい。難しい。今のところどれが一番いい？今いっぱい食べたけど、タンとかこのユッケとかカルビ、ハラミ、
これかな、これと牛タン、うん、あ、これと牛タンが良かった。肉寿司も美味しかった。あ、肉寿司良かったね。美味しそうだね。ロシアだとなんかバーベキューみたいなのあるの、こういう感じで。ありますあります。でも確かにバーベキューみんな、なんか自分の家で、あのなんかまあまあお金持ってる人は田舎のとこの家持ってる、うん、ああはいはい。でその田舎の家で普通にみんなと集まって家族とか友達とか集まって、ね、でこういうなんか焼肉っぽいとかバーベキューっぽいパーティーする。いいね。日本ってほら結構狭いからさ、ね、庭ついてる家ってそんなになくて、まあ、特に東京は。ロシア庭は庭も大きいよ。それはいい。写真力。あーでも画質悪いね。こんな感じです。あ、はいはいはい。あの鶏肉もあれですけど、うん、鶏とかでも豚肉一番美味しいから。あ、そうなんだ。そうです。結構美味しいです。こんな感じで焼いて、なんか焼き鳥みたいな芯刺して、そうだけど結構でかいの焼き鳥、こんな感じで。ガロースです。どう、お腹の調子はどう？いやまだ大丈夫。まだ全然いける？全然大丈夫。焼肉なら絶対食べないで頼める。食べ続けないで。私そんな食べないから、友達と一緒に行ったら絶対食べる方でなら、みんなめっちゃめっちゃ食べてて、私もお腹いっぱいから卵食べれない。なんかハムみたいだね。はい、そうですね。うまそうね、ビール。多分もうソースかかってるね。あ、そうなんですか。うん、あ、確かに。ね、こればっかりすごい綺麗だね。どんどん来るから。幸せ。幸せ。これからのプランは日本にずっといたいみたいな感じ、それともロシアに帰ってなんか仕事見つけてとか。いやー、ずっと日本にいたいです。あ、本当。そうですね。ビザの問題は結構難しいですけど、もしお金貯めたら、あの日本語の学校とか。ああ、そっか。そう、そしたらスチューデントビザみたいなのもらえるもんね。このビザをなんか多分1年ぐらい日本に入れると思うんですけど、だからその間とかちゃんと仕事探して、うんうん、今回は多分6月の終わりぐらいで、その後帰れないといけないことになるから、それ一回帰って、その次の秋ぐらいかな、いやどうかな、コロナどうになるか分かんないですね。そうだね、日本は閉まってる。来年だったら少しは良くなるんじゃないかなと思うけど、まあ、確かにですね。まあ良くなることを祈ろう。そう、祈ってます。そうだね。じゃあ肉食べよう最後。なんかちょうどいいぐらいお腹いっぱいになった。あ、ほんと？よかったよかった。どうだった？めっちゃめっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。インスタやってるんだよね。あ、やってます。じゃあとりあえずインスタ上げとくんで、上げとくっていうか概要欄に貼っとくんで、はい、ありがとうございます。よかったらね、なんかモデルの写真とかいろいろあるしね、可愛、ね、いやつあっぱいあるよね。最近毎日ぐらい投稿してますけど、ね、あ、ほんと？OK、じゃあみんなチェックすると思う。 ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあまた、じゃあね。じゃあね。